よいよ戦いの火蓋が切って落とされたんだね。何そのデタラメな王座。対する孫悟の兵力は約40万だという噂です。総動員してそれか。圧倒的な差だな。はい、両勢力の兵数はあくまで噂の段階でしかないとはいえ、その差はまさに圧倒的です。うん、それならば今は葬儀の動きより孫悟の動きが気になるな。徹底抗戦って言ってるけど、どこまで持つのかわからないのだ。リンリンの言う通りだな。いくら孫悟の王が英雄と呼ばれている人物だったとしても、兵数の差っていうのは絶対的なものだ。敵よりも多くの兵を集める兵法の基本だな。そういう意味でも葬儀は兵法に沿い、孫悟は兵法に沿えていない。その差を覆すには何かしらの奇策を用いるか、または兵を増やすかですね。兵を増やすってそんなことできないでしょ。今の段階で総動員をかけてるんだし。自国の兵だけが兵というわけではありません。それに孫悟には美醜郎さんがいらっしゃいますから。考えてもみてください。今の兵力で北方の竜曹操さんを止めることは不可能です。そして孫悟が敗れた後、曹操さんの北先が向かう先は私たちってことか。そう考えるのが妥当ですね。美醜郎さんほどの人物がそこを見逃しているはずがありません。対して私たちもその状況を見抜いていますから、導き出される答えは一つかと。今ここで決断しなければ私たちは座して死を待つしかなくなるでしょう。それほどまでに大陸の状況は急を要しているということか。さもありな。反董卓連合より続いていた諸侯の割拠も曹操、孫策、そして我らの三陣営に収束した。あとは誰が最後まで立っているかを決定するだけだからな。3人一緒に立つことってできないものなのかな。またそのお話ですか。私、諦めきれないんだ。みんな、やり方は違えど、目指すところは一緒なんだから。だったら協力し合えば、きっとこの国の未来はずっと明るくなると思うの。お姉ちゃんの言うことはわかるけど、人はそう簡単に自分のやり方を曲げられないのだ。そうだよ。みな、この戦乱の収束を願いながら生きてきた中で、死んでいった奴らの思いをその背中に背負ってるんだから。水の言う通り、誰しもがその心の中に誰かの思いを託されているのですからな。どうか様よ、甘いことを言っていればいつかは足元を救われるぞ。みんな反対なんだね。いいえ、私は反対じゃないです。徳
岡様のお話を聞いて、いろいろと考えてみたのですが、一つだけ方法があるかもしれません。方法？はい。先ほど聖さんがおっしゃったように、この大陸はもはや三つの勢力を残すのみとなっています。そうそう、孫作。そして我らが、東華様だな。そうです。その三人の中で、旺盛な領土的野心を持っているのは、曹操さんのみ。え？でも、孫作だって南下して、大陸南部を領土に組み入れてるだろう？それってやっぱり、天下に野心があるからじゃないのか？逆ですね。孫作さんは北方の穀倉地帯に行きたかった。でも曹操さんがいるから行けない。だから南部に進出するしか方法がなかった。南方にも小規模とはいえ穀倉地帯はありますし、何より海沿いの土地を手に入れることで貿易による収入が大幅に増えます。国を維持するためには国民の口をまかない。衣食住を整えなくてはいけないのです。必然に駆られて南部に進出したというのか？はい。ですから波動を進むために進行しているというわけではないと思うんです。しかし孫作は高等の小覇王と呼ばれる英雄だろう。天下統一の志がないとは思えんが。東卓連合の頃は天下統一の志を持っていたと思います。でも競争相手の曹操さんの膨張が急激すぎて、すでに太刀打ちできないのを悟っていると思うんです。王という立場にあれば、天下の次に考えるのは自国の保全。他者に負けない国づくりを考えるならば、南方に進出し、人材、兵力、兵糧と軍資金を確保する。筋の通る話ですね。事実、南方を手に入れた後の孫作さんは、北方の曹操さんに突っかかるでもなく、私たちに戦を仕掛けるでもなく、ただ時を過ごしていただけでしたから。でも、それがどうして東華様の理想の話につながるの？天下統一の野心がない人だからこそ、天下の平穏を願う東華様の言葉に同調してくれるはずです。ただし、それぞれが持つ天下、ということですけど。それぞれが持つ天下、どういうことだ？私たちには食という天下がある。孫作さんには語という天下がある。そして曹操さんには義という天下で満足してもらう。互いが互いを見張りながら不干渉を貫けば、三つの天下の平穏を保つことができるでしょう。これが私の考えた天下三部の計です。そんな考え方があったんだ。ふん。漢王朝時代や黄巾の乱の時と違い、今残っている勢力は好んで悪政を敷くような国家ではない。つまり三勢力の間で争いがなくなれば天下も乱れんということか。この大陸に住む全ての人々を幸せにする、そんな東華様の理想はかけがえのないものですし、素晴らしい理想だと思います。でもその夢を叶えられないのならば、天下を三つに分けてそれぞれの理想に沿った国づくりを行う方がより現実的だと思うんです。
うです。そのためにも曹操さんの勢力をそがないといけません。三国の均衡を保つために。そのための食後同盟か。はい、その同盟を締結する時期も今を置いて他にないでしょう。うん、現実と理想、その間にある溝を埋めることはできないけど、だけど今シュリちゃんの案が一番いいってこと分かってるつもりだよ。現実と理想、わきまえなければならない立場にいるということですね。すべてを背負い込むことはできん。不甲斐なくはあるかな。で、親方様、我らはどうする？ご主人様が？ダメだよ、そんなの。そうです、危険すぎます。なら私が行く。なら私が行こうか。じゃあリンリンが行くのだ。私は絶対についていきますから。却下されてもついていきますよ。姓に任せておけば大丈夫でしょう。まあ、やってやろう。ついていきます、あなたに。レンもついてく。出立の準備をしますね。シュリよ、出立の準備は6名分で頼むぞ。え？親方様の心意気、しかと拝見した。我が命を盾としてお守りしよう。問答は無用だぞ、親方様よ。若い奴らのおもりは、シオンに任せておけばよい。あらあら、私だってご主人様に同行したいのに。そうか、それは残念だ。親方様にはわしが同行するから、シオンは留守番だな。はいはい。頼むぞ。えいや、お前もついてこい。ねえ、私はトウカ様のおそばに。やかましい、わしの命令じゃ。ついてこい。そんな。いってらっしゃい。帰ってきたら覚えとけよ、タンポポ。分かったよ。だけど絶対に無事に帰ってきてね、ご主人様。